こんにちは。今回は平日の橿原線で突如現れた6両編成の特急を撮影しました。橿原線、京都線の特急は4両編成が多いので長く感じてしまいますね。6両編成特急は珍しいんですかね。では次。この6両編成の特急は定期運用なのか確認するため別の日、同じ時間に撮影してみました。来るかな。4両編成。その後調べたらこの時間は4両編成なんだとか。ではなぜ6両編成になったのでしょう。わかる人がいればコメントで教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。